ってまいりました。私はですねホットヨガに通い始めて間もなくもう3年くらいになるんですけれど、まあ、おかげさまでヨガで体をこうリフレッシュするとちょっと健康面とかにもねやっぱり気をつけたいなと思いまして、まあ、年齢的なものも含めてで、あのネットを検索していたらなんかそういったその健康食品だったりとかサプリメントとか体にいいもののサイトがあって、で今日はそこでアイハーブっていう、ところの商品をゲットしたんで、これ海外でこう送ってくるんですよね。で海外から送られてくるのでちょっと日数もかかるんですが、私が注文してから4日で届きました。結構早くですね手元に届いたので、今日はそちらのアイハーブを、初購入しましたので、ご紹介をしたいと思います。なんと初購入、こちらの初回はですね限定で 25% で買えるということなんで、これもまたラッキーでしたね。さあそれでは早速開けてみたいと思います。はい、アイハーブ結構重さがあります。もっとね時間かかるかなと思ったんですけど、案外早くに到着しました。いろんな商品があまりにもありすぎて今回5品ゲットしました。はい、最初はねちょっとずつ買ってみようかなと思って、で、まずね最初ご紹介したいと思います。これほら見て、でかー、とっても気になりました。これねオーガニックのMCT オイルって言って脂肪をあまり吸収しなくしてくれるオイルっていうやつ で、これサラダとかヨーグルトとかあと朝とかコーヒーに少し入れてあげたりするのもいいみたいで、これゲットしてみた。かなりの大容量で、まあね、よくよくさ見てみるとさ全部英語、あんまり英語強くないからわかんない。これでもネットでは日本語をちゃんと書いてあるんで、意外とそこをしっかり読んでいただくとこのどんな風に飲んだらいいのかっていうのがわかりやすいです。はい、私はそのコーヒーとかねサラダとかそういうものに混ぜてちょっと試してみたいなと思います。はい、まずこちらの MCT オイル、ご紹介でございました。はい、なんかおしゃれだよね。はい、効き目があるといいんですが、今度はねこれいってみよう。じゃん、これねすごい気になって、まあ体を動かした後っていうのはどうしてもこう吸収率が高まって、ご飯を食べるのもだいたい2時間ぐらいは空けるようにはしてるんですけど、まあどうしても仕事柄外食することも多かったり、あとは自炊する時には野菜中心の食事を私も心がけているんですけど、まあ外食したりする時炭水化物が今日きっと多いだろうなとか思う時、これを飲んでるとちょっと罪悪感がなくなるよっていうねものらしいんですよ。でそれでもなんか炭水化物の吸収もちょっと抑えられたりとかするらしい。これちょっと開けてみようと思うんだけど、開けてみました。カプセルが大きい。これをね1日に食前そのちょっと炭水化物とか今日は多いだろうなと思う時に2粒飲むらしいんですけど、第一関節ぐらいの大きさがある。このぐらいの結構な大きさだね。これ海外のサイズってやっぱり大きいんですね。これを2粒飲むと代謝をサポートしてくれたり消化を保身してくれたりっていう効果があるみたいです。ちょっとでもね罪悪感を感じず食事はなんかこうパクパク食べたい、そんな日になんかこのカプセルはね飲んでみたいな。毎日は飲まないんですけど、そういう時にちょっと飲んでみたいなと思います。たっぷり入ってます。これも 25% でオフで買いました。はい、こちらの商品カーブブロッカーご紹介いたしました。はい、次、次はですねじゃーん、リーンモードっていうやつで、これも私はまあヨガに行く前に飲みたいなと思ってこちらをゲットさせていただきました。これ運動する前3粒飲めば
大丈夫みたいなことは書いてありましたけれども、まあ人それぞれね、自分に合った飲み方をちゃんと注意のところを読んでいただいて飲むのが一番のおすすめになっております。これもね、体を動かす方はね、やっぱりせっかく体を動かして、なんか体がこういい感じに軽くなって、でもなんか食事とかで、ね、なんかこうたくさん食べちゃうと一気に体を動かした分なんかあーとかなっちゃったりすると思うんで、そういうものとしてもぜひね、いいかなと思って、私もこれからねちょっと飲んでみようかなと思うんで、このせっかくなんで開けてみました。はい、じゃーん、これも大きさは結構大きいですね。これを3粒だそうです。3粒このくらいあるよ。3粒せっかく運動するんでね、これ飲んでね、ちょっと代謝上げていこうぜっていうやつですね。はい、これもたっぷり入ってます。これも 25% オフで買いました。イエーイ、わー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 、これもいいね。あ、そう、これアイハーブさんで脂肪燃焼1位ということで、1位好きですからね、私もね、いろいろちょっと挑戦してみたいと思いまして、こちらもゲットいたしました。はい、次行ってみよう。次はね、お菓子行ってみようかな。これ実は私買いたいものがなんかいろんな種類がありすぎて売り切れだったので、本当は買いたかったやつはそう、タンパク質が入ったポテトチップスがあって、それが欲しかったんですけど、それ意外とね、なんか商品が売り切れだったりして今回ゲットできなかったんですよ。なので、でもなんかポテトチップスすごい興味があったから買ってみた。で、これはまあカロリーが150キロカロリーってあるけれど、グルテンフリーで小麦粉とか気にされてる方は案外このポテトチップスもなんかちょっと罪悪感なく、小腹が空いた時に、これ一袋食べちゃダメですけどね、はい、ちょこっとずつ食べていく分にはいいのかなと思って、ちょっと興味があったんで買ってみました。まあ、とにかくですね、種類がたくさんあります。これね、アイハーブ見てると、まあ、あれもこれもいろんなものが欲しくなっちゃう、もうそんな衝動に駆られます。これは確実にパート2がありそうですね。じゃあ食べよう、いただきまーす。あ、なんかちょっと硬い、硬いさ、硬揚げポテトみたいな感じ。なんか久しぶりにお菓子食べる。いただきます。うーん、おいしい、これうまいよ、みんな食べてほしい。うん、これおいしいね。めっちゃめちゃおいしい。いや、これはさ、おいしすぎたさ。なんか青のりみたいなのがついてる。なんか見えるかな、青のりみたいなのがついてて、これ美味しい。これさ、ビールとか飲みながらさ、食べたらもう絶対最高だよね。もう一個だけ食べて終わりたいと思います。あとはね、明日食べる。うん、これマジで美味しいわ。めちゃめちゃ美味しすぎる。これ食べてたらね、多分今日終わらないから、次行ってみたいと思う。止まらないよ、どうしたらいいんだよ。じゃあこれは、あ、で、4つ今まで紹介したんですけど、最後5品目、になりました。最後はね、せーの、ドーン、はい、こちらでございます。ホエイプロテイン、じゃん、かっこいい、ムキムキ。最近やっぱりね、日常タンパク質、食事だけでは取りきれないタンパク質ありますよね。で、そういうものの、な、補助食品として買ってみました。はい、でかいサイズ、これ 2.5 キロぐらいあって、しかも味がモカカプチーノだぜ。うわー、なんか急に力も湧いてきた。かわいい、何このボトルみたいなの。なんかほら、だってこれを持ってさ、こうなんかお出かけ行けちゃうじゃん。行かないか、行かないわね。これもう当分持ちますよ。開けてみます。はい、え、これさ、これどうだ、これ、こ
この処理するときなんかこう、テン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 とか普通あったりしない？あ、このままやねんのえい、うん、怒らない。これさ、やっぱさ、ハサミであった方がいいのかな。ちょっとハサミ用意します。はい、ちょっとハサミ切り込み入れないと無理だった。はい、さあさあさあ、どんなかな、どんなか、あいだー。はい、あ、しっかりしてますよね。これどこもほら、しっかり本当に添えてます。はい、これ当分飲めるよね。私はほとんどお水で割ったりしてます。豆乳とかね、混ぜたりする方もいらっしゃるみたいなんですけど、牛乳とか。私は基本お水で溶いて、やっぱりシェーカーで運動後飲みます。うん、出てきたよ、出てきたよ、出てきたよ。わー、すごい。わー、すごい壺。めちゃめちゃいい香り。これさ、普通に美味しいじゃん。たまんない。早く飲みたい。え、これさ、どうやって装うわけ、そもそも。だいたいね、なんかスプーンとか入ってるんですよね。え、これスプーンあんの？え、あんのこれスプーン。あれ、スプーン、え、スプーン。探せと。え、これ中にあんの？これでほじるのね。あったよ、あった。何この宝探しみたいな感じ。え、なんか出てきた、出てきた。わー、出てきたよ。だいぶ下の方に生えてた。しかもこれこんな大きい。これ一杯で結構ある。これ一杯で24g のタンパク質が取れるっていうね。これいいね。うわー、たっぷりありますよ。これに好きな飲み方で皆さんも飲んでいただくとタンパク質が、取れるっていうね。これだけでは、まあ、もちろん補えないですけど、あくまでも、まあ、1日のタンパク質、人それぞれね、皆さんこう違いますけど、ちょっと補える食品としての一つということで、このプロテインを今日はゲットしてみた。いや、なんだかんだと5品紹介させていただいちゃったんだけど、いや、どれもこれも良くない？だってでもさ、こういうのって体にすごい今必要としてるものだから、私はね、めちゃめちゃ今大興奮です。ということで、以上5品今回ねご紹介させていただきました。いや、一つお菓子食べちゃったけど、はい、こちらお菓子も食べちゃったけど、じゃあね、集合させて、今日はまた皆さんにご紹介させていただきましたんで、またね、なんかね、違ったものもね、アイハブさんでね、いろいろゲットしてみたいなと思います。シャンプーとかね、リンスとか、いろいろボディケアセットとか、いろんなものも置いてあるので、本当にね、飽きず、ずっと見ちゃう。携帯にサク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 見ながら、あ、今度次はこういうの買ってみようかなとか思いながら、楽しい思いして、なんか私も見てたりします。はい、それでね、夜中は目覚めちゃってね、目がランランとなっちゃって寝れなかったりとかしちゃうんだけど、はい、まあということでですね、今日はアイハーブこちら初購入ということで5品ご紹介させていただきました。たまにね、いろいろとキャンペーンもやっているので、そういったところも毎回皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回のゆきチャンネル、いいねと思っていただけた方はぜひこちらグッドボタンをよろしくお願いいたします。そして皆さん、コメントもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。